はい、どうも皆さん、こんにちは。ティラと申しまーす。シックスティーンヒーローズ実況プレイ、始めていきましょう。ですね、ちょっと待って、皆様にお伝えしたいことがございます。なんと、この前なんだったっけ？なんかさ、自分の強いティラ作ったじゃん。それなんだけど消えました。はい。その代わり、なんと、これじゃ見づらいな。このロードの表にした方がいいな。これ見えますかね？このラファエルとエイミー、この二人が入りました。適当に作ってたらなんかむっちゃ強いんできたんだよね。見てこれ、攻撃二人300超えで、防御も高く HP こそ低いけど、エイミーやダークナイトの技が全部攻撃技なんだよね。でラファエルはもうステータスがいいよね。で見た目もグラディエーターだからもうさ、すげえなってなってさ。でね、ティラ消えた。もうやだ、ティラもう作りたくない。もうティラがね、なかなか強いティラが見えてたねえよね。とりあえずラファエルとエイミーの強さを見せようかな。はい、じゃあ CPU 対戦でね、やってたところ、一番今のところ安定してるのがこのティル、クラトス、ラファエル、エイミーなんだよね。ダークナイトっていうのが魔法と攻撃が使えるんだよ。だ HP がほんと低いんだよ。まあ、防御こそ高いから意外と耐久力あるんだよね。よいしょ、やっていこうか。これね、ラファエルの意味超強いからね。ちょっと見ててみんな。じゃあ行こうか。そう、エイミー早いんだよね、あと。この二人超早いんだよ。すごい強いよ、言っとくけど。で、魔法使った時こそ強いんだよね、エイミーは。全部攻撃魔法だから。で、そうそうそう、ウィンドウスね。すごいね、攻撃の魔法しかないんだよ。だからラファエル、エイミーっていうさ、ちょっととある格ゲーから取ってきた名前だけど、超強いのな、この二人。しかもまあね、このパーティーもティルがね、ちゃんと安定してくればいいんだよ。ちょっとおにぎり食いまーす。まあちょっと寝起きだからさ。よいしょ。ああ、ちょっと、ティッシュいるな、これ。ちょっと、ティッシュ。よいしょ。あ、倒してんじゃん。うわ、何これ、すげえ。何があったの？いや、ちょっと何があったのこれ。もう、とりあえずさ、この4人超強いんだよね。うん。すげえ。殲滅力が高いからさ、実はちょっと安定性はないんだけど、殲滅力が高いからね。あ、で、今回ね、やりたいことがね、一つありまして、やっぱね、最強の俺を作ると。つまりね、ちょっと、この前ネームプラスとプラスヒールをちょっと内密に交流したんですよね。うん。すいません。ちょっと勝手に購入しました。金が余ってたんでね。で、ブレイブソーをこうやって、うわーって買って、もう、今からね、皆さんにね、生で、直接、最強のティラを作るとこ、お見せしたいと思います。やっていきましょう。うわ、16もあんのかよ。16回ありゃね、最強のティラを作ることも不可能ではない。うん。じゃあ、ちょっとまずはね、今日一発目のクリエイトやってみましょうか。自分ではなく、まあ、今日の運勢を占う、大事な言うと、作っていきましょうかね。7文字入力から漢字が使えます。まあね、じゃあ、何しようかな。はい。というわけで、まず4文字のブラインを作ってみようと思います。どんなことになるかな。まあ、今日の運勢占う一発目のクリエイトだね。お、ホーリーナイト、いいんじゃない？なんか、初めて見たよ、ホーリーナイトクリエイトでは。お、強そう！パッと見、結構いいよ。装備も結構いい。まあ、服は防御面はダメだけど、素の防御は高いね。で、HP 高いし、魔力もまあまあそこそこあるから、回復魔法持ってたら活躍できるのかな。うん、いいね。装備すると素早さが上昇する。素早さ、上昇してんのこれ。まあいいや。魔力マイナス10か。ちょっと痛いな。でも結構いいんじゃないこれ。いや、行きましょう、皆さん。技！まず、漢字が使えるんで、魔王ティラとか、実況者ティラとか、漢字の名前使えるんだけど、暗黒化成ティラとか、超覚醒とかやったんだよ。ダメだったんだよね。どうしようかな、ネタ切りが近いんだよな。何々ティラってやった方がいいんだよね、基本的に。まあ。でも、ティラって言いつけたらさ、何もかもよくないんだけど、なんでなんだろうね。じゃあ、そうやな。まずは、神風のティラにしてみる。なんか、かっこよさそう。めっちゃ早いって思われそうやな。神風のティラ。鎧戦士？え？なにこれ？
これえ、なにこれ、すげえ肉壁が誕生した。灼熱のチラ灼熱のやっちゃった灼熱のチラでやってみようか。何かとチラをつけたがる最強の自分作る。お、なんかいいじゃん。でもラファエルと被るんだよな。と入らない。竜王にしてみるかもうブレイブソウルがあんだけ食べたのに戦術師か。うん、お、これは当たり引いたかな。結構なんかパッと見バランスはいいね。技術が妙に高いなお、パッと見なんかいいじゃん。基礎ステータスはこれ麻痺効果もあるしね。じゃあ技が希望としてはこの魔力だったら回復魔法と、まあ普通の通常攻撃。技術高いから何々ブレイクとかもいいな。まあ、ねえねえねえ、何ならいいんだろうな。ちょっと考えよう。漢字使えて何文字か。魔界のティラどういうことってかさ、自分をどんだけ美化してんのこれ。痛い実況やなもう痛い実況っすよこれ。おお、これはこれはまさか支援術師にしては破格のステータスが来たぞ。え、難しい。これ支援術師とかいうのをもう軽く超えてるよね、このステータス。魔力高いとかそういうレベルじゃないよねこれ魔力低いし技術も低いしさ、でも精神力と防御高いしさ、防御そこそこあって攻撃303やろ。で、技はホルアタックとかかるなんか嫌な予感がする。巨弱がなければ一応もっと高いのか。すげえな。さあ技ですよ、いきます。はっ、パッと見いい、これはいいんじゃないか。 AP2 減ってヒール S 使えてライズ、アライズスキルがいらないけど、これは結構使えるぞ。回復できるな。リバースこそないけどな。リバースないときついな。でも戦士系統って感じでいけ、活躍できそうな気がするな。はぁ、あ。三つ矢の面が飲んでました。結構、上だね。ちょっと待って、ヒール S。あー、でも S だからな。これ残そうか。残そう。魔界のティラ残していいよ。支援術師だしさ、これ。支援術師は今まで作ってないからね。うん。なんか可愛いな、フォークマンでつけると。なんかフォークマンでつけるとなんか可愛いな。お、自分、これダークナイト好きなんやんな。これでいい好きだったらいい見るからね。即採用です。いきます。うわー、微妙だわ。みんなのティラにしてみよう。ちょっとやめてくれ。お、みんなのティラ誕生したよ。みんなのティラ超強そう。まあ、名前でさ、そういうこと、名前、おお、なんか良さそうなのが来たぞ。さあ、やってみましょうか。マコーシャティーラー、おーっとっとっと。なんか良さそう。え、なんかすごいなんかいいんじゃないの？装備でさ、ステータスなんとかしてる感じだけど。え、なんか、ウォルドよりは強い感じの、ね。HP 低いなぁ。でもなんか、すごいなんか装備で補ってる感じがすんな。で、HP を伸ばして、技は？神は言っている。ここで死ぬ定めではないと。魔王の手下にしてみる？魔王手下、ティラ。なんかもうこの時点ですごいダサい感じがする。おお！魔王の手下、ティラ。いいんじゃない？いいんじゃない？ああ、もうダメだ。やばいやばい、でもどんどん、自分が中二病になっていく。元から中二病だけど、やっぱり中二病になっていく。グラディエーター、気候スチーラー。しかし、もうこの人はもうこのチェーンで使えなかった。もう、強行。ちょっと、痛い。最強のオールを作るってそういう意味じゃない。名前が最強だわ、すでに。ああ、もうダメだろ。あれよあれよとするうちに、5個になってしまいましたね。最強のティラって大変だね。
もう最強のティラどうせやって作んねやろ。もうなんかもうありきたりなもんになり始めたよ。おーなんか良さそう。もう頼むから心決めてくれ。お、なにこれ。てかさ、擦り切れてる擦り切れてる。若干ちょっとさ擦り切れてる。ゴーとかあったんだね。でもこれってさどうせさあれだろ。完全にアウトじゃないですか。もう装備で全て置いてってるじゃないですか。いや、パッと見ステースダメだし、もう。最強の俺を作るための研究はやまないです。おお、これはどうだろう。おお、なんか良さそう。え、来た来た来た。これ、攻撃力はちょっと低いけど、素早さ早いし、HP と防御すげえ高いから肉壁になれんじゃねえの、これ。これは、なんか良さそう。うん、攻撃110。すげえ大きなする。頼むぜ。パワーチャージがあるじゃん。で、シールだって、チャージっていうのがあるから、シールドバンバンやったり、パワーチャージをしたり、クロワルティラいいんじゃねえ。これは、当たり引いたか？でも、これを使うとクラトスっていうやつがちょっと頭にフッと響くな。クラトスとはちょっと別の強さがあるな。魔法テスターティラいらないな、これ。消すか。クラトスが、うわぁ、クラトスより耐久性があるのか。あ、でも技33だからパワーチャージあんま伸びないかもしれないな。確か、技じゃなかったっけな、これ。でも、黒金ティラ当たり引いたかもしんない。いいな。自分にしては妥協点だね。で、そうすると、ウォルドはいらなくなっちゃうんだよね。攻撃は低すぎるわ、ウォルド。いいんじゃないかな。結構、いいのが引いたんじゃない？クラトス、こう、攻撃と防御入れ替わった感じだね。で、しかも HP めっちゃ高いからさ。ただ、こいつにヘイトが向かないと意味ないんだよな。ヘイトって言っちゃ悪いけど。あと2体。殲滅されるだけティラになるんじゃないの。はい、行きます。殲滅を、ティラン！お、とダメだ。なんかクラトスとかぶりそう。あ、もうクラトスより弱かった。よっしゃー、最強のティラン最強のティラン。最強のティラ。せっかく作ったんだから、魔界のティラと黒金ティラ使おう。ティルと、魔界のティラと、黒金ティラ最強のティラが最弱になっちゃったんだよな。まあ、みんななんか、さ、ぼーっとした感じで見とったんやろな。じゃあ何しようかな、どう言ったい。回復かティールがおるからいいか。自分のね、黒金ティールと魔界のティールがいるんで。痛いわ。じゃあ、クラトスさんにお願いしようかな、やっぱ。クラトスさんはちょっと安定するから。あ、リディアでもよかったな。ポロンとか。ん？ヌーってこの前見たな。いや、全然クラトスさすがだわ。あ、クラトス、魔法にやっぱ弱いな。で、黒金ティラちょっと攻撃を見てなかったら、どんぐらい高かった今の。ちょっと見るわ。今黒金ティラちょっと注目しよう。まあ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 、結構まあまあなとこだね。HP 高いからさ、あと、狙われても結構耐えれるんだよね。魔界のティラがやられる。てか、クラトスやっぱ強いわ。ドロップ！うーわ、ミルイヤ強そう。ミルイヤ、これからちょっと引き抜き取ろうかな。でも引き抜きじゃあんま強いの生まれないか。やっぱ運だね、ここまで来ると。いかにみんなにさ、親近感のある名前で強いのが生まれるか。おー、魔界のティラ結構回復すんじゃん、お前。魔界のティラ結構いいじゃん。黒金ティラ AP20 溜まってんだけど。
もうバーサーカーでいいよねっていうレベルだよね、これ。結構さ、マカヨテは通常攻撃やってるよ。お前たち4回を伸びんの。なんか黒ガリキラー。ちょっと弱いな、通常攻撃で輝くのか、あいつ。でもマカヨテラーは結構強いね。うん。あの、サブソウルとしても活躍できるんじゃないのかな。うん。そうだね。聖なる剣士的な文字。そういう系で、やっぱ、パワーチャージ弱いんだけどな。もうよかったね。よかったよかった。いいのいいの。はい。これコピペ対戦ですね。コピペ対戦っていうのはね、あの、名前を打つだけでも適当に一人目二人目とかやる必要がないんですよ。だからちょっとティールと、まあ今までの最強パー、まあ、これと、じゃあ相手何しようかなーと。まあ相手の名前も適当に入れてれば決まるんで。じゃあ、ユニット戦わせようか。せっかく登録した。まあ、自分たちの指折りのユニットですからね、みんな。リリア、ライド、魔界のティラ。おぉ。あと、ポロンにする?あ、ポロンだと戦士枠は。ポロンはする。まあ、ポロンでいいか。まあね、みんな指折りだからね。実際問題。うん。やっていこうか。これはいい勝負になりそう。これはすごい勝負になりそうな。自分ね、右が勝つと思うな。自分チーム今の。なんせ、ちょっとね、初めに作ったからが、リリアとライドがちょっと弱めだからね。今としてはリリアとライドはちょっと弱めのステータスなんだよね。まあ、安定はするんだけど。うん。ライドは特にね、あの、技術が高いから、チャージ系のね、攻撃力は上がってるし。でも、よく考えたら、魔界の散らず、そんなもう回復力ないぐらいフリーいっちゃうぞっていう話やんな。公平するんだって難しいね。カビーとかヨピンクラマいなくなっちゃったからね。いつもいいか。おぉオール W! エイミーが超強いな、この魔法がね。うん。すごい超強いな。てか、黒金ティアどこ行った、そういや。黒金ティアのエイミー忘れてたわ。ライドの顔に入れればよかった。でも、黒金ティアはさ、通常攻撃じゃできないな、あえて。シールドとか、うわ、メガホール!うわ、あー!ラファエルが。お、これは、まさかの、コロンの殲滅力的にいけるのか?お、エイミーが、倒れるぞ!ウィンのやつ、最後の赤木、あがいた!最後の最後にエイミーはあがいたな。メガヒール W、お、そっちを選ぶか。魔界のティラ、ライズスキル、なんで?ヒール S、ヒール S か、ヒール S か。そんなことしよう。あの、ライドが倒れるんじゃないか。お前何をしたか分かってるのか、自分が。パンですよねー。ヒールで落ちて。でも、ポロンは生かされると結構面倒なんよね。まあ、攻撃魔法力がとんでもなく高いからね。お。おーっと、ホールマインド。精神減るのはちょっと嫌やな。魔法防御は下がるからね。メガヒールダブル。おー、ヒールいい選択してるな。まあ、ヒールはその2つしかないからね、幸い。どっかで誰かさ、ブレス連打するからね。ゴミ。その右号はやめてくださいって。あ、リバースしてないな。てか、魔界の手はさ、思ったより回復しないな。おう、した。したけど多分ね、もう無駄に終わるんじゃないかな。殲滅力こっち高いから。やっぱ殲滅力だよね、パーティーは。なるほど。じゃあもう一戦しようか。じゃあさ、相手をさ、かなり耐久にしてみるわ。今まで結構、まあ、自分このパーティー結構攻撃的なんだよね。HP 高いやつら?確かさ、神風のティラ?あの、この二人は、すごい防御高かったんだよ。だからティルを入れて、耐久性をむっちゃ増してみる?そう。神風のティラと黒髪ティラはもうものすごい防御だからね。439か。てか HP 高え、向こう。神風のティラ HP やべえな。どんどん痛い実況になっていくね。はじめの視聴者が減っていくんじゃないかな。うん。なんかもうみんな殴り合いしてるね。誰も特技使わない感じ、この。おっと来た!ライトはスリーブレイク使うのか、ちゃんと。マインドブレイク。精神マイナス11。猛毒技。そう、猛毒技。ラファエルはその猛毒技とかもあるからね。てか、相手攻撃力低く感じるね、こうしてみると。相手攻撃力めっちゃ低くね。あー、まあまあまあだ。あーまあ、
神風の手はほんと低いな。うわ、ホールダブルでめっちゃ削れるけど、お前は硬すぎんじゃねえか。攻撃4増えた、8増えた。ラファエルどんどん増えていくからね。あ、出た。リバースしやがったし、今シールドされたな。てかもうこれさ、チルの運ゲーとか言うのやめようね。まあ、ただ結構長い戦いになりそうだね。チルがいるってことだけでも長い戦いになるわ、これ。チルの AP にかかってる？まあ。で、誰から落としに行くんかな？ライド結構落とせそうだけど。じゃあ、通常鬼を殴り合えるとこっちの方がやっぱ有利だな。HP は向こうの方が高いのか、でも。おっと、メガヒール打ったか、これ。これメガヒールかけるホールダメ。うーわ、強いわ。エイム調整は、ネクロマンサー並みの殲滅力やな。扇魔法しかないとこんなもんか。ポロってなんかも、おポロって確かになんかゴミ屋さん持ってなかった、一つだけ。おぉ、二人倒したか、これ。神風の手はほんとよく耐えるね、耐えるだけだけど。なんかした覚えないもんか、神風の手が AP18 だしてもぞ。ほんとなんもしてねえだろな、あいつ。あれほんとなんもしてねえだろうな、って思う。ダメだな。攻撃低くて防御高いっていうのはね、あんま役に立たないっていうのがよくわかりました。はい。やっぱなんもなんねえな。じゃあ誰が決める最後。はい、エイミーが決めた。届かぬ思いはないのとなし。うん。よかった。よっしゃ。じゃあ今回はこれぐらいにしておきましょう。最近はティラ作ってね。難しいもんだね。はい、じゃあ次回チャレンジやっていきましょうか。